deal with ですね。deal with this movie deals with a rock band Queen。はい。Hi, it's me, Yuko. Thank you for watching. はい、英会話講師の並木優子です。本日は駆動詞 deal with について、お話しします。はい、これ deal っていう、単語、動詞でも、名詞でもあるんですが、私ドラマ映画見て改めて思うのはすっごくよく使われるんですよね。これ deal っていう単語、日常で。で、私たち、中高、英語習ってきて、deal は高校生かなと、ぐらいで習ったような気がするんですが、契約とか取引っていう、意味があるので、なんかちょっとこう長文の問題で、契約したとか取引したみたいなちょっとこう小難しい話のビジネスっていうのかな、そういう話でもしかしたらこう読んだぐらいで、日常会話でこうディールが本当に頻繁に使われるなんていう、もうね、子供でもだって取引とか契約とかそんな内容で言ったら子供って使わないですよね。だけどもうちっちゃな子供もネイティブはよくよく使います、 deal。 で、その deal は動詞で、扱う、対応するなんていう、意味もあってですね、今回は、deal with ですね。 deal with with を伴った駆動詞です。はい、ですね、よく使われるのが、映画、本、雑誌とか、スピーチとか、そういう何でしょう、媒体っていうんですかね、がある話題を取り扱っているっていう時、まずこういう時使います。例文、 This movie deals with a rock band Queen。 はい、 Queen を題材にした扱った映画といえば、もうわかると思うんですが、ボヘミアン・ラプソディでしたっけ、映画のタイトル。 なんとなく間違っていたらごめんなさい。でもこういう感じです、この映画はこういうことを話題に取り上げてますよっていう時に、deal with を使います。あともう一文。I read a magazine dealing with jewelry. はい、私アクセサリーとかジュエリーが好きなので、そういうジュエリーを扱っている雑誌を読んだという意味ですね。はい、deal with。はい、便利です。あともう一つは、問題に対応する、対処するっていう時もよく使います。はい、では例文、 I can't deal with the problem。 はい、もうこの問題にもう対処できないっていう時ですね。はい、言ったり、あとは The teacher dealt with the problem child。 はい、今 dealtと言いました。 dealt はですね、deal の過去形になります。こう ed がつくパターンではないので、ちょっと発音気をつけてください。 dealt with になります。で、今ですね、the problem child と言いましたね。problem はですね、名詞で問題っていう意味もあるんですが、今形容詞です。形容詞で使うと問題のあるっていう意味になります。 A problem child、 問題のある子供に、対応したってことですね。先生は問題児ですね。問題児に対応した、というふうになります。はい、もう本当によく使うので、ぜひ使ってみてくださいね。また駆動詞をこう勉強するとどんどんこう、発音が簡単なので、発音にまずこう気にしなくていいっていうところがいいんですよね。そしてこう簡単にこう、会話の幅が広がるので、積極的に使ってみてください。 Thank you for watching. Bye.